ガチで思ってんやけど、はい、iPhone とかってみんなその一番大事なんよ。バックアップ取ってるってみんな思ってるっすよね。バックアップ取ってないねんな俺、ほんまに取れへん人間やからさ、はい、もう久しぶりに iPhone 潰されたもん。何年持ちましたこれ。これ俺結構長いこと持ってんねん。もう1年弱、半年以上、もう1年ぐらい持ってるわ。これ大事にして8。申し訳ないっす。もう俺もさ、みんなさ、そのいろんなもん潰してるけどさ、はい、俺 iPhone が一番だるいねん。どんだけみんな大事。今 iPhone なんかで生きられへんやつほとんどやんの。ちょっと怒りすぎてない。怒ってないよ。怒りすぎっていうか iPhone 壊れた、うん、冗談やん正味。え、冗談やんか。そんな怒ることじゃないよ。冗談でやってんから。冗談でやってんのに俺マジでやってないやん。冗談でやってるんや。冗談の意味知ってる？冗談の意味合ってるこれ。これ冗談で合ってるんかな。これ冗談だよな。冗談でやってるから俺。これ冗談マジでやってないやん。マジでやってるよ。いやこれ冗談で。いや俺マジでお前のこと壊しちゃろうと思ってやってた。マジっすよ。壊しちゃろうと思ったか女思ったんじゃない。え、普通に裁判していい？マジで逆転するこれ。立場変われる今。逆転できる。普通このまま相手俺裁判を押すんですよ。普通にね、示談で終わらしたんやったら金払ってくれたらいいんで。え、今逆転なん？え、どっち、どっちが悪いと思う？みんな。え、マイクが吹くの？なんなん、正気がお前らマジで。え、でもマジでやってんやったら俺悪いですけど。え、冗談でも冗談で、あ、冗談で壊しちゃおうって冗談で壊したんで。あ、冗談で壊したんやったらもう冗談じゃないよ。何言ってんのマジで。え、冗談で壊したんすよ。いやいや、もう iPhone が一番データ管理大事やな。ちょっとそのまた全部一からやねん。これもうほんまにみんな分かってへんからな。その iPhone どんだけ大事かって。じゃあ、ちょっと設定どうする？どうする？何をしてんねん、何をしてんねん。あ、これもう一回します。お、やるかボケお前。 MY 君と、お、何をしてんのお前ほんま。山ちゃんと、何をしてんと、守る。何のお前らだけほんで。何だそれ。一回します。するわけない。はい、一回だけ、一回だけちょっとしましょう。もうし、この iPhone でやろうや。じゃあな、その iPhone でやろうや。よしよしよし。じゃあ始めまーす。始めようか。おお、誰か死んだろうな。じゃあ山君から。はい、僕から見まーす。なんで見て。市民でとかちゃうやん。どうぞ。あ、次は僕ですか。人狼誰やろうな。楽しみやな。これ人狼やな、お前。いや、見えへんすよ。携帯出せよ。誰やろな、これ。楽しいっすね、やっぱり。何が楽しい、うん、何が楽しい。今日こうなっとんの、人狼で。じゃあ、俺行きまーす。もう、また iPhone やん。じゃあ、市民っすね、俺。iPhone って簡単に潰れすぎやねん。もう、たったのアップル社強く作ってくれ、iPhone に。恐ろしい夜が明け、朝が来ましたね。昨晩の犠牲者はいませんでした。人狼は静かに身を潜めたようです。現在疑われているプレイヤーはこの方です。 MY さんです。人狼や。人狼や。なんでや。投票していいっすか。ちょっとね、なんで俺が人狼になってんの。いや、疑われてるんで。うまい、ジャッジメント。早い。なあ、人狼の勝ち、山ちゃんの勝ち。いやぇー。どうしたんすか。いたのかな。マジ、怒りすぎじゃないですか。なんか、楽しみましょう。撮影中なんで、動画になんないっすよ。動画にしさせへんから、俺が。動画とかじゃないから。もう帰っていいっすか。もう家でおった方が安全って言われてるんで。うん、もう。二度と来んなよ、お前ら。一応もう売ってないですよ。全部閉まりました、昨日で。で、一応、ゲオとかも、ゲオとか、伝えたほうがいい。マジっすよ。閉まってます。終わった。一応、ガチな話なんですけど、いつもゲオで、中古買って、俺はチップ入れて使ってんけど、ゲオとツタヤは昨日までやってな。昨日まででしたね。
スイッチ買いに行ったらもう昨日までやったんですよ。じゃあすんの。じゃあすんの。じゃあもうアップルも閉まってるやろ今。アップル閉まってます。アップル閉まってずっと閉まってる。はい。だからもう修理はできないですね、メイク今から。まあでも来年まではいかないですよ、絶対。1ヶ月、2ヶ月後には収まる可能性があるんで、その時に。じゃあマジで終わりなんか。え、マジで言ってるんですか？ガチしてる、マジ。これは冗談でいいです。じゃあすんなよ、マジで。マジですんなよ、じゃあ。え、マジでじゃあすんなよ。え、マジ使えたってまだ。マクドとか閉まってたな、昨日。全部閉まってました。なんで？じゃあなんですん？え、マジで、だから。なんですん？人狼やったんで、一応買ったんで、その、人狼役演じろうと思ったんですよ、俺も頑張って。やっぱ企画なんで、全力で。しかも人狼って絶対物とかに壊せやんか。はい。だからそれ演じきらんだなと思って。確かに。必死やったっすね、それに。俺も我を失ってましたからね。記憶ないっすもんね。ただマジで直せないっていうのは事実っす。お疲れ様でした。帰るか。帰るでしょ。とりあえずもう俺が編集したいんで、もう行くっすわ。行けよ。お疲れです。いいんやな。何すか？知らんで俺も。何がすか？知らんでって。やべ、ガチでしょって。知らんでってほんまに。ほんまに知らんわ。結構大きくなるね、この話。ガチや。ガチ。別に知らんでって別に、いいよいいよ、帰ってくるって言うよ、じゃあ。結構出方なんでって、お前らその3人で、ヘラヘラ笑ってるかもせえへんけど。おもろい、今おもろいよな。あと苦しいよ。やべ、ありがとうございました。お疲れ様です。よかったっす。な。はい。いい動画撮れた？撮れました、ね。リアクション動画バッチリやったんじゃん。バッチリやったっす。黙れ。黙れ。黙れ。な、黙んないな、なんで黙んない、何静かに黙れって言ったんで喋り。え、どうしたんすか。あの、知らんで、俺ほんまにえぐいっすよね、これ。うん、知らんでって、俺もうマジで。お、見てこれ、ほら、中透き通ってんもん。やべえけどさ、落ち込むのやめません。ちょ、落ち込む。やった俺らもなんか悪いことやったみたいな雰囲気になるんで。待って、悪いことしてない。これ悪いことしない。え、悪いことしたみたいな雰囲気になっちゃう。もう iPhone はええやん、もう。大事って、一番何より大事ってみんなにさ、再確認して、潰し合ってさ、今までいっぱい iPhone 潰したけどさ。いや、でもエマイ君の時潰れてなかったんで。いや、潰したよ。何回も潰してる。でもマンションから投げた時エマイ君の時潰れてなかったじゃないですか。いやいやいや、潰れてなかった。いや、潰れてなかったよ、これ。充電できひんから。iPhone 潰れてますよ。ほんとみんな修理って俺だけ言ってやんや。いや、お前潰れてなかったね、うん。お前充電できてて。いや、置くやつで。置くじゃないと無理やったやん。下何も刺さって無理になってへんじゃん。でも置くやつで充電できてて。いや、ここ使われへん言うてん。普通にこれ見て、どっちが悪いか視聴者に聞きたい。うん、勝とうとしてるんや、お前ら。すげえわ。勝とうとしてる。今別に聞きたい。どっちが悪いかコメント欄してください。え？多い方が、あの、謝罪動画出します。嘘や。はい、あー、多分これ俺になるわ。MA が悪いっていうコメントをしてくれれば、MA が謝罪します。嘘ですよ、そんなん。はい。皆さん、でも言ったじゃん。騙されないでくださいね。俺が、今俺、アイフォン潰されてるんでね。ミニっすよ。ミニやよ。ミニ以上でお前が悪いよ。ミニっすよ。ミニ以上でお前が悪いよ。断定してるんですよ。多数決やから、ミニって。多数決でも勝とうとしてる俺に。今俺、アイフォン潰されてんねん。はい。俺が負けるわけないよ。まあ、現時点では3対1ですよね。この国な？え？この国は、この国やんか、今。うん。この国の話をしてんやん。今3対1の時点で、もう完璧にマイクが悪なってもてるやん。で、そのうちの3人人間じゃないやん。考え方が。通じるかな、これ。普通にもうこれもう、警察、証拠として俺持っていくっすわ、こっちで。持っていけるんや、お前。自分で持っていっちゃうんや。こっちで持ってってあんたも訴えます。訴えられるんや。証拠として。えぐいこと聞いてんやん。俺持ってって、あんたも訴えます。妹が訴えられるんや。はい。謝れたら言いますよ。俺が謝らなあかんやん。はい。いい連絡取れる？これ証拠として、これはいただきます。え、どうせ使えないんで。全然俺買っちゃうよ。全然いいけど。はい。まあ、最高裁で会いましょう。なんでそこまででかくし、でかくしちゃうんや。担ぎないや、みんなは。3対1。山ちゃんどう思う？いや、もう。エマイ君が断然悪いよな。普通に別にいいんですけど、この話進めていいんやったら、無期懲役も覚悟してた方がいい。ちょっとエマイ君、あの、ちょっと空気壊したくないんですけど、すいません。これね、あの、一回指さして写真撮ってもらっていいですか？無理やろ。
いや、指さしてください。立って、すいません、立ってください。なんで、何？はい、指さしてください。iPhone 指さして。はい、はい、はい。はい、証拠っす、これ。え、これ俺負けるん？え、俺負けるん、これ。お疲れ様でした。なんで？あんた、これ、インペルさんの6いくっすよ。じゃあ行こうか。はい。すいません。え？え？え？じゃあ行こうか。行きましょう。うん。ごはんはレポするわ。はい。はい。行こうか。